日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島良島北面北面は岡山県倉敷市水島にある地域である。良島の北部に位置する。倉敷市立良島北小学校の学区とほぼ同一である良島三海北側一帯の地区で、現在は北面という大技はない。しかし、西の裏やがら、良島の山の北側は、 それぞれ北面という字となっており、そのエリアの反称的故障として北面とも呼ばれる。住所表記上はやがら、西の裏と続いているが、山があるため実際は事実上の飛び地となっている。そのためやがら、西の裏の南側地区とは特徴が異なっており、学校も津良島北小学校として別学区を形成している。戦国時代に当地の太平山に、 三宅国衆が山城が築き北面城と呼ばれていたことから少なくとも戦国時代から北面の地名は存在した。当初であった蔵島の北側は高橋川の中石作用により浅瀬が続いていたとされ、地名の由来として蔵島の集落集中地であった南側から見て北側にある浅瀬の多い地という意味で北もと称され、現在の北面に変化したという説。 単に山の北側の面ということで北面と呼んだ説がある。江戸時代になると、成和藩山崎氏の所領となり、官営六年に北面の北東部を干拓して三十丁部ほどの神殿を作った。また、正法三年に独立村となった西の浦村の枝村となる。その後天保二年に山崎氏は西の浦村のうちの北面を鶴神殿と引き換えに、 幕府領の倉敷支配所に移し、明暦2年に倉敷大館所が北面の北東を干拓して40、長部ほどの神殿を造成した矢柄村枝村の北面神殿と合わせ、北面神殿村として独立村となるも、幕末までの時期に再び分尊し、それぞれ西の裏、矢柄の枝村となる。その後は幕府領として明治を迎える。 明治8年6月28日に西の浦村のうちの北面神殿と矢柄村のうちの北面神殿が合併し、北面神殿村となる。しかし、再び両村に分かれ、旧西の浦の北面神殿は西の浦村に旧矢柄の北面神殿は津良島村に合併する。後に旧矢柄の北面神殿の一部が矢柄と共に津良島より分離し、 亀島村の一部となり、北面神殿は最終的に三村に分かれたこととなる。前述のように、津良島山海南部とは地形的にも異なる場所であり、宅地造成、企業進出はあるものの南部ほど開発が行われておらず、農地も多く残るのが特徴である。また農地も米が主生産品となっているのも南部と異なる。なお、現在の津良島北小学校区は、 北面を中心とするが、同じく山の北側となる西の裏、やがら、良島の地である丸山、青木、宮の裏などを含むほか、西八地地域である片島町のあざまき等も含んでいる。全域が良島北小学校区。全域が倉敷第一中小学校区。ありがとうございます。